群馬県道28号高崎東阿賀間線は群馬県高崎市下小鳥町から東郡東阿賀間町大技原町を結ぶ県道である。以前は高崎春名阿賀間線という路線名であったが高崎市合併に伴い現在の路線名に変更された。高崎市の中心部と東阿賀間町をほぼ直線に結ぶ道路ではあるが中間は 春名山頂付近の春名湖畔を通過する山道であり、また、高崎市外側の少子沢峠付近は共愛区間となっており大型車が通行できないため、両地域を直接結ぶための道路としての役割は弱い。高崎市中心部と高崎市三里町地区を結ぶ道路としてはメインルートにあたり、両地域を連絡するバス路線も主にこの道路を通っている。一方、 高崎市中心部と春名湖畔を結ぶバス路線は前述の境外区間があるためにこの道路ではなく群馬県道29号荒町下室田線群馬県道211号安中春名湖線群馬県道33号渋川松井田線を経由している一方春名山町から東阿賀町に至る区間は全線が2車線で途半車線も整備されているが バス路線の設定はない。春名湖周辺の観光街。1972年の高崎春の吾妻線の路線認定当時の終点は、あず郡あず町大和原町の大湖港交差点であったが、後に終点側の路線が延長されて、現在では五点交差点となっている。AB 昭和47年群馬県国時代162号の 高崎春のあがつま線に基づく表記。2006年に高崎市に編入。ありがとうございます。